はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、先日購入した 20-70G のレンズですね、こちらをご覧の GM レンズ含む7本のレンズで各焦点域で比較をしてみましたので、スチール写真の比較をですね、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。まずは 20mm 側で比較していきます。こちら今ご覧いただいているのが 20-70G ですね。今回のレンズ、いや四隅がね、このように蹴られてますよね。左下も、はい、蹴られてる。いや、フードの付け方とかね、特におかしなことはなかったし、フィルターなんて一切つけてないし、マウントのクリップフィルターもつけてないしね、何もつけてないのにこのように四隅が、蹴られてるのが非常にこれ問題かなと思います。で、1635がこちらで、1224がこちら、はい、いずれも蹴られてませんよね。に対してこちらが、今回のレンズはね、蹴られてると。いや、これはね、ちょっと使えないですよね。ちょっとがっかりです。はい、じゃあね、中心図を拡大していきましょう。これね、違いはちょっとわからないですね。はい、中心像では違いがわからない。で、周辺はどうかと見てみます。これが2070です。で、1635がこちら。で、1224がこちら。わずかに1224がいいように見えますが、他のところはどうでしょう。これが1224ですね。1635がこちら。で、2070がこちら。はい。1635、1224。で、こちらが2070。ちょっと違いはわからないですね。はい、結論、やはりですね、まあ、一番顕著なのは 20mm ではこの四隅の蹴られがね、いや、ちょっとこれは使えないレベルかなっていう感じですね。トリミングしなくちゃいけない、こんな感じで、はい、いう形で、ちょっとこれはがっかりですね。はい、じゃあ今度はですね、 24mm で比較してみましょう。レンズはですね、2070と 1635G、24の 1.4GM で、 1224G で、24105G ですね。すべて 24mm で比較していきます。全体像も、あと中心像もですね、違いが分かりませんでしたので、200% にして隅っこの方で比較していきましょう。はい。こんな感じで合わせて、今回の 2070G がこちらですね。で、1635がこちら。はい。相対差ないかな。はい、で、今度は、2070に対して、GM レンズですね、 24F14GM がこちら。いやー、すごいね、やっぱりね、 GM レンズはね、かなり細かく改造してる。はい、2070で、GM、はい、でズームレンズ、はい、GM の単焦点レンズ、これはすごいですね。隅までくっきりですね、さすが GM。はい、で、今度は1224と、これはちょっと差がありますね。 2070G の方がいいですね。ほら、これね、かなりぼやっとしてる。1224のテレ側ですね、超広角ズームのちょっと、何年も前に出たレンズなんで、最新レンズと比較すると、まあね、焦点域が違いますからね、はい、超広角のテレ側ですからね。はい、こちらがやはりね、ちょっとぼやっとしてるのに対して、新レンズ、はい、2070は、まあ、そこそこよく写っていると。ただし GM と比べると、いや、もうものすごい差がありますね。はい、上には上があると、いった感じですね。で、今度はですね、 24105G ですね。はい、こちらが、2070G で、24105G はこちら、2070、はい、24105、違うところも見てみましょうか。こちらが24105で、2070、大差ないですね、大差ないですね。はい、ちょっと違いがわからない。まあ、逆に言うとね、24105G は、まあ、検討していると、いうことになりますよね。はい、じゃあ今度はですね、 35mm の比較をしていきましょう。今回の 2070G と、あと 2860、ご存知でしょうかね。こちらはキットズームレンズですね。
で次に 1635G ですね、パワーズームのレンズ、比較的新しいレンズで 24105G ですね。この4本を見ていきます。やはりね中心像わからないんで、こちらも 200% にして、で隅っこで比較していきましょう。このあたりがいいかな。はい、今回の 2070G がこちらで、キットズームがこちら、どうでしょう。あれ、違いがまあわからないかな。もう一回いきます。 2070G がこちら、あー違うね、キットズームがこちら、これ中心像でも違いがあるんじゃないかな。はい、こちらがキットズームで、 2070G がこちら、あー違うね、これはもう一発で違いがわかる。 2070G がこちらで、キットズーム2860がこちら、あーやっぱぼやっとしてるもんね。はい、まあしゃあないね、これはね。はい、 2070G でキットズーム、あーそうなんだ、ビデオではね差が出ないんですけどね、 4K では。はい、なるほど、勉強になりました。で次はですね、2070G と 1635G ですね。いずれも、まあ、新型といえば新型ですよね。中心像ではね比較が多分、あれ中心像でも、あれ違いが出てる。 1635G、 え、なんだこれ、これはおかしいな、これは明らかにおかしいな。うん、これはね、これについてはすいません、ちょっとね中心像でこんなに違いが出るはずがないんで、ちょっと待ってくださいね。どちらもピン甘、多分ね、すいません。これね、2070G がものすごくよく見えるけど、おそらくですね、オートフォーカスの失敗かな。はい。1635G が、この新型の 35mm でこんなにぼやっとしてるわけがないと、私は判断します。はい。これはね、再検証が必要ですね。すいませんでした。で、最後にですね、24105G と。2070G かな、比較します。こちらが 2070G で、24105がこちら、はい、これもね違いが出ないですね。で中心像で見ると、あれおかしいな、24105もなんかぼやっとしてますよね。いずれもなんかぼやっとしていて、はい、で2070だけくっきりシャープみたいな。いや、これはね 35mm 機はですね、すいません、ちょっとこれはちょっと怪しいですね。はい、だからまあ 35mm はまあ、あのまた時間があったら検証させてもらいたいと思います。 50mm 行きましょう。はい、 50mm、比較していきます。中心像はですね、パッパッと見比べて、あ違いが出てるね。おおすごい、なんだこれ、あやっぱり GM か。中心像でもね差が出てくる。あ、だけど中心像2070と 50GM は変わらないですね。でキットズームに関しては、あやっぱり甘い。はい、キットズームは甘いですね。で 24105G は、あちょっと若干ソフトな感じがしますね。はい、じゃあ隅っこ見てみましょう。どこら辺がいいかな、この辺がいいですかね。はい、これが 2070G ですね。対してキットズームがこちら、はい、2070でキットズーム、ちょっと明るくて分かりにくいかな、どこがいいですかね。まあこの左上いきます。こちらが2070でキットズーム、はい、あんまり分からないですね。こちらが、ああこれは違う、2070G かなりシャープですね。対して2860のキットズームがこちら、あやっぱりソフトですね、ぼやっとしてる。はい、ってことが分かりました。で今度はですね、24105の 50mm と2070の 50mm、 はい、いきます。こちらが 2070G の 50mm で、対して24105の 50mm がこちら、2070 24105、違い分からないですね。はい、ほぼ一緒かなって思います。で最後ですね、はい、こちらがね、
まあ、今度はね50の 1.2GM と比較してみましょう。ここでいくか。はい、隅っこね、隅っこのこの枝います。こちら今ご覧いただいているのが 2070G です。50の 1.2 がこちら全然違う、ものすごいシャープですね、隅っこでも。はい、いきますよ。2070で50の 1.2GM、 やっぱり GM はすごいですね。はい、ということがよくわかります。しかもね、50の 1.2 って言ったら私もあの星で使えると、はい、あのずっとね絶賛しているレンズですから、はい、まあ中心像はね検討してますよね、ズームレンズ、はい、6000万画素でもね全然大丈夫。はい、いやー、やっぱりね GM レンズのシャープさっていうのはね本当にあの別格だなって思います。はい、こちら 2070G で50の 1.2 がこちら、はい、2070 50の 1.2、 ああ比べる場所によってはねそんなに大差なかったりしますね。はい、この辺りはどうだ、これ50の 1.2GM です。で2070ズームがこちら、ああここもねそんなに違いがないですね。はい、なのでまあ型ボケ、センサーの型ボケとか光軸とかいろいろあるんでしょうけど、やはりね隅の方に行くとですね、2070ではこのようにぼやっとしているところが50の 1.2GM、 はい、さすがにね 5.6 まで絞ってるんでね、はい、やっぱりあのくっきりと素晴らしいなと、はい、いうことを感じます。はい、では次にですね 70mm で比較してみましょう。 70mm は2本しかありません。今回の 2070G と 24105G ですね。まあ、今回テストして感じたんですけど、24105はねなかなか検討してますね。はい、中心像、2070G がこちらで、105がですねこちら、はい、2070 24105、2070の方が良さげですね。で、今度は左側ですね、左の隅、はい、こちらが 2070G で24105がこちら、2070 24105、はい、わからないですねあんまり。でこっちの方を見てみましょうか。こちらが 2070G で 24105 がこちら、はい、2070、あこちらの方がちょっと良さそうですね。はい、なので、まあ、70mm 側では24105よりも2070のテレ側、テレタンの方が良さそうかなという、はい、感じですね。はい、ではね最後にねちょっと番外編として、このね 2070G とは関係ないんですが、 SEL1224G の 14mm と GM のね私一番評価している 14mmF1.8GM、 この両者をですね番外編とはなりますが比較してみましょう。今ご覧いただいているのが 1224G ズームレンズの 14mm 側です。はい、で GM のね最高峰と私は称しているレンズに、切り替えるとこちら、はい、1224で14の F1.8GM、 はい、で1224ですね。ちょっと中心図を比較してみましょう。こちらもねちょっと拡大して比較してみます。 1224G がこちらですね。ちょっと甘い感じがするね。で対して 14mmF1.8GM がこちら、これもちょっとなんかあれですよね、あのねちゃんとオートフォーカス出してるんですよ。いやあの GM レンズがねめちゃくちゃシャープなのはね、まあ、これはもう間違いないんですけど、はい、1224 甘いね、1224甘いですね。に対して GM がこちら、うわすごいな、やっぱりこのね14の 1.8GM はねものすごい価値のあるレンズだと思います。はい、 1224G で14の 1.8GM、 隅っこの方ね、どこがいいかな、どこがいいかな、この辺りかな、はい、いきます。はい、 1224G で14の 1.8GM、 はい、いやかなりねやっぱり差が出てくるなと、はい、言ったところですね。この付近もそうですね。これが14の 1.8GM で 1224G がこちら。
こういったところ、ここのね、フェンスなんかもね、違うんじゃないかな。1224G ですね、これがね。で、GM がこちら。ほら、ものすごい。画素が足りないぐらいですね。はい。ということが分かりました。はい。そんなわけで、まあ、まとめさせていただきたいと思います。まず 20mm 側ですね。20mm はですね、他のレンズと比べて、この今回の 2070G はこのように四隅にしっかりね、蹴られが、生じているということで、まあ、フードつけなかったら解消するのかもしれませんが、まあ、普通フード使うんでね、これはものすごい欠点かなっていうふうに、感じました。はい。で、今度 24mm 側で、まあそこそこシャープな写りをしてると思ったんですが、まあやっぱりね、GM に比べたら、やっぱりね、かなわないなと言ったところですね。はい。で、次に 24mm ですね。24mm も、なかなか検討はしていたんですが、まあ、蹴られもありませんでした。ですが、やはりね、24の 1.4GM に比べると、ほら、ね、解像感がだいぶ違うと言ったところで、まあ、これはね、もうズームレンズだから仕方ないのかなと言ったところですね。はい。まあ、でもね、他のズームレンズと比較してもですね、まあ、かなり検討している方かなと言ったところで、まあ、蹴られもなく、24mm ぐらいからは十分、使っていけると、そのように感じました。で、次にね、50mm ですね。50mm についてもやはりね、周辺像で GM レンズとの差が、顕著となってきます。このようにね、強拡大しますと、まあ、中心はシャープなんだけどね、周辺がこのように甘くなってぼやっとする、対して50の 1.2GM はですね、こちら、はい、木のね、枝のこういったところ黒々としてますよね。これね、コントラストが非常に高い炭であるにもかかわらずね、このように比較するとズームレンズと単焦点 GM、 なんせね、 1.2 を、ね、開放 1.2 を 5.6 まで絞ってるんで、ここまで差が出てくるのかと、はい、言ったところですね。はい。で、最後ね、番外になりますが、こちらね、ズームレンズの 1224G の 14mm 側に対して単焦点のこちら、私が一番評価している成形写真にはね、最適な明るい 14mm の F1.8GM ですね。いや、もうこのレンズはね、もう本当にね、もう一本欲しいぐらいですね。もう一本欲しいぐらいに完璧すぎる。はい、完璧すぎる。はい。このレンズが欲しいがために他社からね、乗り換えてソニーに移行される方なんかもね、いてもおかしくないぐらいの、出来栄えだと思いますんで、性能だと思いますんで、まあなんかね、いろいろテストしてるとね、やっぱり GM レンズがいいなと、はい、言った感想になりました。で、今回とにかく残念だったのはこの四隅の蹴られですね。まあこれは改善できるものなのかどうかっていうことをまたね、次回、検証したいと思います。で、あとですね、35mm だったかな、はい、ちょっとね、あまりにもね、ぼやっとしてる、まあレンズもありましたんで、フォーカスが本当に大丈夫だったのかと。ちゃんとね、 AF に切り替えてピピッとやってね、同じフォーカスエリアで出したんですよ。ですけどね、まあ、このように差が出てきたっていうのもありましたんで、これはね、次回の課題にさせていただきたいと思います。はい。そんなわけでですね、本日は、8本のレンズを一挙比較ということで、皆さんのね、レンズ選びの参考になったよと、言われる方はですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録、あとコメントなんかもいただけたら幸いです。あと当店 YS イメージでカメラ関連機材、ジンバルとかモニターとかですね、スライダーとかそういったものを、販売しておりますので、興味のある方は、動画説明欄からショップページの方をご覧になってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。